上から息を吹きかけると、くるくると回転する上から吹きゴマを作ります。まず折り紙を裏返し三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。折り筋をつけ広げます。手前左の端を中央に合わせて斜めに折ります。そして折り筋をつけ広げます。右端も中央に合わせて折ります。折り筋をつけ広げます。このような折り筋ができました。90度回し同じように折り筋をつけていきます。まず左端を中央に合わせます。折り筋をつけ広げます。右端を中央に合わせて折り筋をつけます。この時に角を先ほどつけた折り筋が交わる点に合わせるといいでしょう。折り筋をつけ広げます。90度回し左端を中央へ。折り筋をつけ広げます。右端を中央へ。折り筋をつけ広げます。90度回し最後の部分です。左端を中央へ。折り筋をつけ広げます。右端を中央へ。折り筋をつけ広げます。このような折り筋をつけます。中央にこのような八角形の形ができています。そして中央にはこのような十字の折り筋ができています。この線は描かなくて結構です。わかりやすくするためにつけました。続いてこの右端を先ほどつけた折り筋で折ります。折ってこの折り筋がぶつかった点、ここでこのように曲げてこの角を八角形の角にこのように合わせます。裏側はこの八角形の辺に沿って曲がっている形です。少し回して今度はこの端を
この折り筋に合わせて折ります。そしてどんどん押し込んで、この部分このように倒します。この白い端と色がついた端が重なるようにこのように折ります。そしてこの部分は持ち上げて、この折り筋がぶつかった点、ここでこのように持ち上げて、この角のところへ持っていきます。少し回して、続いてこの端を折ります。折って右からぐいぐい押してきて、そしてこの角をこのように倒します。この白い端が、この色がついた端の上にこのように重なるように、同様にこの部分、ここで持ち上げて、この八角形の角ですが、この位置なので八角形の角に合わせてこのように折ります。そして少しめくって回し、最後の角です。このように開いてこの端を折ります。中に折り、同じようにぐいぐい押し込んで、この部分このように倒します。この角をこの上にこのように持ってきて置きます。そして最後、このように折り、この角の先をこの八角形の角に合わせてこのように折ります。このような形を作ります。裏側はこのような八角形の形です。最後にもう一度このように上下左右を軽く折り、回転しやすく中央を盛り上げます。これで上から吹きごまの完成です。上から強く息を吹きかけるとくるくると回転します。ぜひ作ってみてください。